世直しです。サブスタンスペインターで遊ぼうの後半戦ですね。で今回は前半でサブスタンスペインターで作ったテクスチャーをエクスポートしてブレンダーとアンリアルエンジンの方にインポートしてそれぞれマテリアルの設定をやっていきますよ。まずはテクスチャーのエクスポートからやっていきます。ファイルからエクスポートテクスチャーズというところがあるのでこれをクリック。それで、このコンフィグというところですね、これを開いてもらうと、どの環境に向けて、テクスチャーを作るのかっていう設定がこうずらっと出てきます。こう下の方に行ってもらうと、こうユニティ用にエクスポートするだとか、あとアンリアルエンジン向けにエクスポートしますよだとか、まあそういう設定が出てくるので、今回はねこのアンリアルエンジン4パックドという設定を選択します。ブレンダーの方にも、テクスチャーインポートするんですが、これあのアンリアルエンジン用の、テクスチャーで同じものが使えるので、今回はこれを使っていきます。でエクスポートボタンをクリック。はい、でそうすると処理が終わってこのオープンフォルダーというボタンをクリックすると、作られたテクスチャーのフォルダーが開きますと。エクスポートされたテクスチャーをそれぞれ見ていくと、左側が色を表すベースカラーというテクスチャーで、真ん中のは放線方向を示すノーマルマップです。で右側のやつ、これが、ポイントとなるんですが、ちょっと複雑、RGB のそれぞれの値、R にアンビエントオクルージョン、G に、ラフネス、B にメタリックの値がそれぞれ格納されています。難しいので、ブレンダーとかアンリアルに、それぞれインポートしていく中で、見ていきましょう。ブレンダーで作業していきます。上のシェーディングタブをクリックで、このオブジェクトが選択された状態でマテリアルを新しく生成しましょう。そうするとノードが出てきますね。で、ここでテクスチャーを読み込んでいきます。シフト A で、サーチからイメージテクスチャー、はい、イメージテクスチャーのノードが出てきました。ここで、オープンをクリックします。で、先ほど、エクスポートしたテクスチャーを選択していきます。まずはベースカラー、はい、これで、ベースカラーのテクスチャーのノードが、設定できましたと。次に同じようにイメージテクスチャーのノードで、オープンから、次ノーマルマップですね。ノーマルマップを読み込みましょう。さっきのねこのベースカラーの方と違って、ノーマルの方は、カラーのデータではないので、ここ、カラーと書かれているタブから、ノンカラーデータというのを選んでください。はい、次同じようにイメージテクスチャーんで、今度は、最後の、オクルージョンラフネスメタリック、これを読み込んでいきます。で同じように、ノンカラーデータにします。はい、これで、テクスチャーの読み込みは完了です。それじゃあイメージテクスチャーノードの出力をこっちの、プリンシプルド BSDF っていうシェーダーの、入力につないでいきますよ。まずはベースカラーから。ベースカラーはね、特に、何も問題なく、カラーをこのベースカラーのところに接続すれば OK です。これで色が乗りましたね。次にノーマル。ノーマルはね、このここにノーマルっていうところがあるんですが、これ直接接続するんじゃなくて、
シフト A でサーチからノーマルマップというノードがあるので、一旦ここに接続してからつなげてください。はい、こんな感じんで、最後、ラフネス、ごめんなさい、オクルージョン、ラフネス、メタリックの、ノードは、このカラーをそれぞれ RGB の値に、分解します、RGB で検索して、セパレート RGB、 これにつないでみましょう。カラーをつないで、G の値にラフネスが入ってます。なのでこの G をラフネスに接続で、 B に、メタリックが入ってるので、メタリックに接続。はい、これで、まあね、想定した通りの見た目になりました。これでブレンダーの作業は終了ですね。でこの本当はね、ここ R のところに、アンビエントオクルージョンの値が入っているんですが、まあ、このプリンシプルと BSDF には、接続する場所がなくて、本当はこのベースカラーの方と、ブレンドして、ここにつなぐ、このベースカラーのところにつなぐんですが、まあ今日は、それはなしで、いきます。まあはい、ノードはこんな感じになりました。アンリアルの方の作業をやっていきます。FBX と、さっき作ったテクスチャー3つ、これを全部、インポートします。まあ初期設定のままでいいでしょう。はい、これでインポート終了で、まず下準備がありまして、これ、この、オクルージョンラフネスメタリックのテクスチャーを開いてください。で、ここテクスチャーの、sRGB というところにチェックが入ってるんですが、これを外してください。まあこういう、設定にしますと。で、保存。で、次に、マテリアルを作成。で、まあ M バレットという名前にしときます。で、このマテリアルを開いて、で、テクスチャー3つをこっちにドラッグします。で、ベースカラーはこのベースカラーのところに接続。で、ノーマルも、このノーマルというところに接続しますと。で、このオクルージョンラフネスメタリックは、まずラフネス、ラフネスはこうあのねグリーンのところに入っているので、グリーンから引っ張ってきます。はい、でメタリックはブルーですね。はい、メタリックに接続。で最後。まあ、あの 赤に、アンビエントオクルージョンの色が入ってるんですが、まあ、ブレンダーの方では、まあ、設定しませんでしたけど、こっちはこうアンビエントオクルージョンという、入力があるのでここに接続。まあこれで完成ですね。まあね、アンリアルエンジンの方が、まあマテリアルの作り方は簡単だったかと思います。で保存。で、最後このメッシュに、メッシュに、マテリアルを割り当てたいと思います。ここを先ほどの M バーレットに設定。はい、
うん、これで、想定した通りの見た目になりました。せっかくなんで支援に置くとこまでやってみますか。まあ、周りのオブジェクトがこういうサイズなので、まあだいぶちっちゃく見えちゃうかと思うんですが、まあこんな感じですね。まあ、結構ね、このシーンは光が強くて、しらっちゃけたような感じに見えちゃうかと思うんですが、まあ、光の強いシーンに置くと、こういう風に見えます。というわけで今回はサブスタンスペインターで作ったテクスチャーをブレンダーとアンリアルのマテリアルに設定していく方法を見ていきました。まあね、これかなり、強い味方になってくれるソフトなんで、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。コメント、高評価、チャンネル登録、それからツイッターで、共有なんかもしてもらえると嬉しいです。またねー。